パン作りで一緒に幸せ時間を増やそう、世界一の幸せパンクリエイターあずみんです。今日はですね、秋の欲張り三色あんパンを作っていきたいと思います。というのはですね、あんパンなんですけれども、パンだけのところがあるっていうのが私嫌なのと、1個食べていると飽きてくるっていうのが嫌なのとあって、前にね失敗してあんこが足りなくなって別のあんこを2種類入れたら、それが意外と美味しかったんですよね。だからあんこをですね3種類使ってですね、3つのパンを作ってそれをくっつけて、作ってみたらどうかなと思って、そういうチャレンジパンでございます。秋の4張り3色あんパンを今日は作っていきたいと思います。材料は強力粉 150g、 インスタントドライイースト 2g、 塩 3g、 砂糖 7g、 無塩バター 15g、 紫芋パウダー 7g、 かぼちゃパウダー 7g を使っていきます。あとあんこはですね、かぼちゃあん 70g、 さつまいもあん 70g、 栗あんも 70g 使っていきます。では作っていきます。はい、いつものように強力粉を測って2つのボウルに目分量で分けて、インスタントドライイーストとお砂糖をこちらに塩と無塩バターを入れていきます。で、イーストが入っている方のボウルに水を今入れたところです。ちなみに紫芋パウダーとかぼちゃパウダーはですね、こね上がって、こね上がり直前にですね3分割して、1つは白にして、1つはこれ、1つはこれを入れて、黄色と紫の生地を作って、3つの3色の生地を作っていきます。はい、水を入れたらですね、水を入れた方のボウルを混ぜていきます。この後水が馴染んできたらですね、高速回転で混ぜていきます。はい、混ぜたらですね、第2ボウルの材料を入れていきます。粉が飛び散らないようにゆっくり混ぜていきます。はい、こんな風に一塊になったらですね、台の上に出してこねていきます。はじめは材料が馴染むようにですね、全体が均一になるようにこねていきます。で、全体に馴染んだらですね、伸ばしこねをしていきます。ケッパー2枚分くらいの長さになるようにこねていきます。伸ばしこねができたら V 字こねをしていきます。大きくこう V の字を書くようにこねていきます。100往復ぐらいやっていきます。はい、じゃあ丸めていきます。こねの見極めです。表面がつるんとしている、押すと弾力があって跳ね返ってくる力がある、気泡が上がってきている、隅をカットします。で、グルテン膜チェックをしていきます。こんな感じで、薄い膜が張れば OK です。ちょっとね、今破れちゃったんですけど、このねパウダーを入れてまたこねるので、まあいいにしようかなと思います。じゃあこれをですね、3つに分けていくので、全体量を測って3で割って1個分の重量を出して3つに分割していきます。はい、こんな感じでですね、練り込んでですね、パウダーをペースト状にしてから練り込んで、紫芋生地とかぼちゃ生地を作ります。はい、そしたらクッキングシートでこんな風にですね、区切って、ボウルに入れてラップをして一次発酵させていきます。それでは一次発酵に入れていきます。一次発酵40度で25分から35分です。
はい、一次発酵が終わりました。上から横から底からこんな感じです。フィンガーテストガス抜きしてきます。フィンガーテスト OK です。ガス抜きをしたらそれぞれ、丸めていきます。はい、こんな感じでですね、丸めることができたら10分間ベンチタイムをとっていきます。はい、一次発酵中かベンチタイム中にあんこを測っておきます。はい、ベンチタイムが終わったのでですね、それぞれを四角形に伸ばしていきます。で、あんこを塗ってぐるっと丸めて4分割していきます。ではまず白い生地に生地をやっていきます。長方形に伸ばしていきます。だいたい13センチくらいですね。こっちが12だから17センチくらいかな。17センチかける13センチくらいの四角形に伸ばしていきます。そしたらあんこを塗っていきます。あんこを伸ばしていきます。縦の上と下の上下の端は1センチずつくらい残しておいて、残りのところに塗っていきます。横は隅まで塗ってしまって OK です。はい、こんな風に塗ったらですね、隅から丸めていきます。はい、そうしたら一旦ラップの下に置いて、残り2つも同じようにやっていきます。はい、こんな風に3本出来上がったらですね、スケッパーで4等分してクッキングシートを敷いた天板の上に3つくっつけてですね、乗せていきます。はい、こんな感じです。なかなか可愛いですね。ただ渦巻きは綺麗には出ないですね。これとかは結構綺麗に出てるんですけれども、全部を綺麗にするっていうのはなかなか難しいかなと思います。切り口をこういうふうに上にしてですね、置いて上からラップ越しにですね、ちょっと潰す感じにします。一個ずつ、一種類ずつ置いていくんですけど、一種類置いたら潰して、もう一種類置いたら潰して、もう一種類置いたら潰してっていう感じで、こんな風にくっつけていきました。では、ラップをかけて最終発酵させていきます。はい、焼き上がりました。かわいいかわいいかわいい
いいですね。これくらいの大きさだったらパクッと食べられそうだし、飽きずに食べられそうだし、端から食べてもあんこが入っている、さすが素晴らしい、いいアイディアパンですね。はい、それではですね、網にあげて粗熱を冷ましていきます。はい、というわけで今日は、秋の三色欲張りあんパンを作っていきました。3回やらなくちゃいけないっていうところがね、ちょっとだけ大変なんですけれども、すごくね、いい感じのパンになりますし、ハロウィンにもぴったりなので、ぜひ作ってみてください。今日も動画を見てくださってありがとうございました。この動画が美味しそうだな、作ってみようかな、よかったなと思う方はですね、グッドボタン、チャンネル登録お願いします。私、年内登録者数1000人に向けて毎日投稿頑張っておりますので、応援よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。またねー。